コビ以来のもう1200を超えて、あの市内でも大きな町に発展しました。これからもね、いろんな、独自事会になっておりますけれども、これからまだまだ発展していくはずでございますし、まあ、あの行政理解はこれと言いますけれども、これらい全体として、まあ、あのより良い町づくりということで、ね、お互いに歴史を振り返った上で、まあ、これから行われているこの意識でございます。じゃあ、最後に、まあ、ご清聴お願いいたします。じゃあよろしくお願いします。では最初は松本さん。はい、改めまして、水戸市役所の今の観光の方におります松村でございます。ずっと、まあ、文化財関係の仕事をさせていただきまして、まあ、その辺の関係で今、まあ、観光の方でも続かせて、仕事もさせていただいております。で、今日は、まあ、古未来の歴史ということで、お話をということなんですけれど、まあ、おおむね私の方がですね、あんまり一行残ってないような時代の歴史についてお話をさせていただいて、後半はいろんな記憶ですね、古未来に関する直接な記憶とか文書とかが残ってまいりますような時代からの歴史については、中川の方がお話をするということ で、実はですね、まあ、今日は、まあ、古未来の歴史ということなんですが、特に私なんかがずっと考えていくような時代というか、まあ、今から話す2000年とか3000年とか4000年前の歴史ということになりますとですね、あまりこういう狭い範囲で、古未来という、こう、限られた地域ではやっぱりなかなか考えられないんですよね。で、実は歴史を考えるということは、やっぱりある程度の広さで考えていかないと、あんまり細かいことはわからない。例えばこの地域でしたらですね、一つやっぱり大きな範囲としては、安川ってございますね、森山のところにね、立東と森山さんが安川さん。安川から大体瀬田川、これは、まあ、結構ご高齢の方が多いですから、昔の要は旧の栗田郡ございますね、瀬田から森山の一部、まあ、でもあの範囲ぐらいがやっぱり歴史的な、一つのまとまりというふうな形で考えていくのが一番いいのかなというふうに思ってます。で、そういった中で、考えていきますとですね、まあ立東その中の立東地域で大体首都が、生活をし始めたなという痕跡が残っているのは今から1万1000年ほど前です。で、それはどういうところで分かっているかというと、あの安与路山ございますよね、市役所の方のあそこで、その当時まだ石で作った道具しかないんですけれど、その石で作った道具の一番古いものが出てきています。ですから少なくとも、この辺り、栗田区の中でも日本の地域では1万1000年ほど前から人が住んでいるということになります。で、そしたらこの辺りですね、古未来を中心としたこの辺りは、いつぐらいから人が住んでいたかといいますと、実は、今から、そうですね、大体5000年から6000年前に人がもう住み始めてたようです。で、その時代というのは、いわゆる縄文時代という、まだ農業はしなくてですね、動物を飼ったりですとか魚を取ったりですとか、あとは木の実ですね、どんぐりとかそういったものを、食料としてですね、生活をしていただいたり、ただし、キャンプみたいな形でですね、転々と移動するような生活じゃなくって、ある程度一定的に、の場所に住んでですね、そういった、野山の幸をですね、買って生活をしてたというような。で、そしたらそれは一体どういうところで分かっているのかと言いますと、残念ながら古未来にちょっとかすってるかなというところですけど、日本ビクトリー区という会社があるのご存知ですか。今新しく団地ができてますよね、古未来の方の。その境に日本ビクトリー区という会社がありますが、まあ両線自治体になると思うんですけれど、あそこの遺跡を調査したときにそういった時代のものが出てきてます。で、その今言いました縄文時代という時代なんですね。で、その縄文時代はなんで縄文時代かというと、こういったこれ土器というやつですね。これ要は焼き物ですわ。
で焼き物で、このちょっと時代は違うんですけど、これはちょっとちっちゃいですけど、こういった器でね、これで焼き物で作ってやって、これで物を煮炊きするんですね。そういったもの、で物を煮炊きするといっても、先ほど言いました時代に、魚やとかお肉やとか、あと好みとかね、そういったものを煮炊きしてた、時代で、その縄文土器っていうのは、これ後ほど回しますけれど、この表面見ていただいたら縄目が、縄の文様ですね、がついてるんですよね。で縄目がついてるから縄文土器というような時代です。でこの縄文土器っていうのが発明されたというのが、先ほど言いましたの立東でもね、1万1000年ほど前に、石の道具ですけど、それが見つかっているという話をしましたけれど、ちょうどこの縄文土器っていうのが発明されたのがその頃なんですよ。1万1000年ほど前にこういった焼き物で作った焼き物が作られ始めるというわけです。でこれはね、世界的に見ても一番古いというふうに言われています。あとの中国の方とかでも、同じような時代のものがあるというふうに言われてますけれど、ほぼ世界の中でもこういう土器を使って作り出したというのは日本が一番古いというふうに言われています。